んか。なんで一生会えるの。車椅子になったら友達がいなくなっちゃうんですっていう人がいるの。ももちゃんが車椅子生活になりますって、はい、なんかめんどくせえなとか、なんかそういうこと思いませんでしたかご存知の通り何も変わらない何も変わらないですね。なんかまあおしっこを漏らすって思った時にどう思いましたか。マトのさチャンネルうんち大好きだよね確かに。だってみんなうんちのこと知りたいって言うのもなんかね、カミングアウトできない人もいるんだって。トイレのその問題が、ね、あのできないんですっていう人もいるんだってさ、世の中にはね、うん、でもなんかこうか改まって私うんちとおしっこ漏らすんですっていうのはなかったじゃん別に。うん、なんかなんででも YouTube が先もしかして。いや最初多分なんかあの埼玉行った時に、うん、なんか外出してなんか一緒に出かけるじゃん、うん、で多分その時まださまこもいろいろ慣れてなくて一緒トイレ入ってたりしてたから、えトイレこうしてるのみたいな感じ、うん、なんかねだからえ何自分で出さないんですかみたいな。あそうそう多分その直接見て、うん、あそういう感じなんだっていうのが多分先最初。ああ、だからそもそも、うん、そのトイレに一緒に入ってまああの洗面ゾーンまでは一緒に行くけど個室に一緒入るっていうことをする、うん、そう女友達同士が少ないんだって、うん、世の中には、うん、なんかその生理さえも共有できない人たちが多いからだから、マジおしっこしますっていうのを見せるっていうのがないんだって、基本は。でも、それが普通だと思う。おしっこねなとさ、ねなとさ、うん、その雪うずちっちゃい時にさ、うん、あの、多目的トイレ入るじゃん、子供おしっこしたいって一緒に入ってさ、うんうん、私も一緒入って一緒におしっこしてたの。そうだよ、ね、そう、おい、うちの子供たちにさ、ちょっと待って、せなちゃんおしっこしてるから待って、すぐだから、そのおしっこしてる姿はさ、別に違和感なく、おいはずっと見ている。なんでもない。だタンポン入れられたのもせなちゃん。初めて高校生の時に海に行きました。生理になりました。ちゃいました。でもタンポン入れたことないです。だからその海水浴場のトイレでセナさ、またこうやって開いて、こうやってタンポン入れて。力抜いてって。そう、なんでなのよね。なんでおしっこしてる。ちゃんと力抜いてはる少女じゃないんだから。意味が分かんないですよ。隣にさ、女の人入ってたの覚えてる。なんか二人でさ、個室入ってて、ああ力抜いてとかって言って、力抜いてとか言って、タンポン入れてあげて、でなんかマコが聞いて、血ついてない大丈夫だよとか言って、二人でこう個室から出るじゃん。出たら隣の個室から普通の大人の女の人が出てきて、でうちらさ、高校生がさ、二人でさ、仲良くさ、ビキニしてさ、こうやって手洗ってんじゃん。女の人でさ、その会話聞いてさ、こうやって何してんの。時代的にはね、そういうさ、レクちゃんたちがさ、あの、オープンじゃない時だから。そう、すごい気まずかった。びっくりしただろうね。いや、なんかさ、そういうこともしてたから、多分別に目の前でおしっこしても、なんかうんち漏らしても、うん、そう。あなんかね、うん、はい、うんちですね。いや、うんちですはさ、なんないでしょ。そう、だから、なんだっけ。あ、そう、だから、まあ、レナちゃんだよね。レナちゃんちのうんこ事件だよね。レナちゃんちのうんこ事件ね。でも、レナちゃんちのうんこ事件は申し訳ないと思ってる。だって、一番初めのうんこ事件だもん、俺からしてみたら。そうなの。いや、あれはバカの方が辛かったよね。旅行前だから。なんかがあって、来て、焼肉食おうっつって、油が、すごめな焼肉屋さん行って、ガーリックライスと、そうだ、ガーリックライス食べた。やんべ、今日ガーリック。で、その後なんか、ついてたスープもすんげえ、なんか、すんげえかったな。で、でも寝る前にトイレに行ったんだよ、ちゃんとレナに。トイレさ、行って、うんこもしたな。で、あ、よかったなって思って、で、ちゃんと、なんかでもおむつっていうか、尿取りパッドみたいな、そういうパンツを履いて、うん、で、寝たの。そ、うん、したら夜中2時くらいにさ、ギリ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 ってお腹が鳴って起きたんだよ。
でもレナちゃんちは私一人では行けないおじおトイレに行けない構造で、どうしてもレナちゃんから助けがないといけない構造だったから、なんでって思ったら、もう明らかにわー出たな出たなって思ってで2時だからさ、でもどうしようかなって1時間考えたんだよえ、だってムツしてるから間に合ってると思うじゃん。でも明らかにちょっと触ったら、あ、やばいって思って、横漏れしてるかもって感じだったの、で、2、3回波が来たんだよね、だからもう多分キャパオーバーよ、あの、おむつの、でもずっと LINE もあの、ね、LINE電話の束縛彼女みたいなあの、着信鳴りました、ずっと鳴らして、LINE 側が拒否するまでまず鳴らして、で、まだずーっと LINE 側が拒否するまでスピーカーにしてるから、枕元にこうやっておいで目がこうして、ずーっとまあね、まあ何もさしてるって言ってっけよなっていう感じよ。うん、そうだから、でも気持ちを込めて普通の電話をかけたの、あの電話番号の、そう、携帯の。だからもうそれの繰り返し、普通の携帯の上で LINE 電話かけて、ずーっと上で朝5時なんで俺もさ、眠たくなってきて、一回その時のさ、着信画面残ってないの、あると思う、いや、すごかったと思う、多分だってさ、マコ、カッコ、百何十何件、カッコみたいな、そうだよ、普通でも残ってないけど、LINE は多分あると思うね、だってずっとや、でも、途中からやめようって思ったら、もうその終わってかける終わってかけるをやめて、メンバーじゃん、そうだから15分おきとか30分おきに変えようって思ったら、やっと6時半とか、本当にレナが起きる時間で、やっと起きてきてくいで、階段がダサダサダサって上がるよ、マジで焦った、起きたって思って、やっと3時間後起きたって思ったそしたらめっちゃめちゃ、もうめっちゃめちゃもう股の下めっちゃめちゃすごかったね、あの日はすごかったね、でもだから匂いももうすごくてさ、もう全開放してさ、だからもうマットレスダメにしてほんとだ、いや、あの時はマジでちょっと申し訳ないなって思ってほんと心の、でも1万円だけ置いて帰ってじゃん1万円でマットレスの顔になさだけど学んだ、マコと泊まるときマナーモードにして寝ちゃいけないんだなって学んだ、その時何があるか分かんないから、でもあんな、まあだから自分のまだうんこにさ慣れてなかったからっていうのもあったけど、あんなさ1回出してまだ出んなかって思ったっていっぱい出たね。でもだからレナちゃんはでもさ、介護職を一時期目指してた人間だし、親だから別にまあ、うんこに慣れてるとは言わないけど、うんこに慣れてるじゃん。でも、セナちゃんだよね。だから、セナちゃんがみんなで旅行に行った時に、見て。そう、めちゃくちゃこう階段登った先でさ、うんこ漏らして和式しかなくてさ、こう、両サイドから抱えてもらって空中戦でさ、またパッカーンつって。お尻で、だから、キキって。そう、6人、お女子が、大人6人そうだ、大人6人と多いだ、まあ、7人じゃん、で3人は独身、子供いないじゃん、で、うん、介護職もないし、うん、で3人は子供いて、まあ、うんこまみ慣れてますみたいな感じ、うん、この基準そうだから、でもそうじゃない人だから、え、一番初め拭いてもらったのってアカネだもん、多分、うん、拭いてたのは多分アカネとレナじゃない、そう、俺がそうやって指定したんだよ、そうで、そもそも多分担いでたのはそうだ、ね、そう、申し訳ないから、申し訳ないから、まずあの対応できるタイプの人に対応してほしいっつって、一回うんこ触っても大丈夫そうな人、そこに担いでるセナ担いでる人2人いるじゃん、うん、で私片方担いでるじゃん、うん、で最初から最後まで誰も肯定してくれなかったのだってこっちは誰かが交代したの、あ、そう、ミクのバーの子だよ。だってリホは、あの、積んだ仕掛かり、あの、マネ、あの、AD みたいな、あの、タコさんやキッシュの、メイトキッシュこそ、トイレットペーパーと、みたいな、AD みたいな感じで、道具積んだ主役。で、そうで、こ、こもりしてね。そう、そう、こもり役で、うん、レナとかは結局、ユキウズがワーワーになっちゃったから、もう、途中退場しちゃって、そう、だから、その時でも初うんこでしょ、多分。初うんこ。
まあ、そんなに身は、まあでもあったか。あ、でも、でもさ、なんかうんこ漏れたかもしんないみたいなさ、トイレ行く前に。そう。漏れたかもしんないって言ってて、うん、え、ちょ、見てってなって、あの、なんかこう、ズボンこう、ズボンこうやって、見た時に、いた。で、俺なんかその日着てたパーカーが、なんかお気に入りって言ってたから、なんかズボンとその おむつみたいなやつを一緒にこうやってこうやって見たの。いたのうんちが。で、なんか、なんだろう、本当にうんちがいるみたいな。見た時に、あっ、うんちがいるって思って、まこ、うんちいる。肩上げて。がいた。なんていうの？なんか赤ちゃんのうんちとかじゃないじゃん別に。だから自分がしてるうんちと一緒じゃん別に。あの見るさ形状とか色とか。だからうんちって思った。なんか別にマコがなんかその漏らすことに対してなんかそのあうんこ漏らしてるマジこいつヤバキモとかじゃなくて。みたいな感じの。うんちの見た感想はそんな感じ。だからそこまでさ別に俺手伝わせることで基本ないんだよね。うん、ないね。女子旅の時がさあれがすごい洋式じゃなかったからトイレがね。でもあれは本当になんか車椅子 OK って言ってて和式っていうオチがあるんだなっていう、うんうん、い階段が暗記っぺやと思うね。そうね、あれバリアフリーじゃないよね。車椅子 OK ってどこまで信じていいのかなっていうのは思う。でそのまこがなんかじゃあここご飯行こうみたいな、うん、話した時にこう予約しとくよって言うじゃん、うん、でまあネット予約するじゃん、うん、ネット予約した後電話すんの、うん、でなんか一人車椅子なんですけど、いつもそうしてくれてんの？え、なんかねじゃあその Google でストリートビュー見れるじゃん、うん、でストリートビュー見てあの外観をまず見んの、うん、でストリートビュー見て、うん、行けそうと思ったら何もしないけど、うん、怪しそうだなと思ったら電話する。昔から見てたみたいな、まこのそれはさ誤解を生むよ。だろうね、それはさ子供いるからさうんこに耐性があるからじゃないの？でもなんだ、でも分かる分かるよ分かる、でも気持ちは分かる。え、まあ、だからお腹ゆるいのはもう昔からしてた、うん、なんかすぐピーピーなんじゃん、うん、うちらって多分一般的なさ女子よりさ多分汚いんだよ。別に汚いことしたわけじゃないよ、汚いことしたわけじゃないんだけど分かる分かる、多分汚いんやって思う。いや距離感が近いって言い方だよね。そうだよ、距離感が近い。うん、何でも なんかそういう決定の何かがあるわけじゃないじゃん。だって言うてそんな一緒風呂入ることもねえしよ。ないね。そうだね。だってみんなで公衆浴場行きましょうって言うけど、行きたくない日だから行かないし、うんうん、まあ、そんなないね。だから旅行の時だけだ。だレナのセナってほら中3からの付き合いだけど、うん、でもジャンってレナと一緒に風呂入るわけじゃねえし、まあ、レナ同意は入るけど、うん、セナ同意も入るけど、うん、まあ、3人でっていうのもないし、ない、ね、うん、ジャンって別になんかそのなんかトイレ一緒入るもねえしよ。何なの、ね、何なんか汚いって、なんでそんな汚いことでみんな大丈夫なのかっていう。けど別にトイレも別に一緒に入れるよね。入れる。さっきもさ乳首見せろって。乳首を見せ合う会っていう時間の時があったらしい。でもさ乳首を見せるのとさあのおしっこうんちってさレベル違くない？乳首の方なんか大丈夫じゃん。確かに、うん、確かに。本当に誰も気にしてない。うんうん、いや本当に、うん、いや、うん、でもマコのうんこトイレ系もなんかすごい徐々にこう成長してってる。成長してるね。やっぱり車椅子当初から見てるから、なんか最初はなんかさ駅のトイレ行ってさ。え、待って、ドアが開くかもしれないとか言ってたまこちゃんがこんなところまで成長したんだよ。そうだよ、すごい自立したと思うよね。多分的トイレがさ、なんか何分でさ、うん、なんだっけ、30分で開いちゃうから、そうなんだ、安全上なんか開きますみたいな。所沢がそうだ、所沢が西武新宿
れそうだったんだよ。あ、へー、そうなんだ。病院から来て一回トイレさ寄りますとか、そういう時に例えばちょっと失敗して漏れちゃって、うん、着替えたいんだけど着替えるのもまだ下手くそだったから時間めっちゃかかる、うん、でも30分で開きますよって書いてあるんだよ。ね、待って、もうさ今15分くらいになってる。でも大丈夫、開けたら私がすぐ閉めるから。でも初めの頃はさ、おい一緒にトイレ一緒入ってもらう、おいトイレしてるの見ててもらう、見てるとトイレしたくなる、うん、だからセナもトイレするみたいな、食べ見れるみたいな、見れるが手洗ってるみたいな、あるある、うん、そう、なんだろうね。はい、じゃあ最後ね、はい、車椅子の友達を持って変わったこと、自分の中でどうぞえ、でも1個だから、今の仕事のあれじゃん、れなちゃんの場合は。あ、仕事ね、まこちゃんのおかげで今仕事ね、ちゃん介護仕事。そう、れなちゃんはでも高校時代というか、まあまあまあ10代の中学校卒業してから2級、うん、3級ヘルパー3級、そうヘルパー3級、ヘルパー2級あれはでももともとなんでなの、そういう介護に就きたいと思ってたから。就きたいと思ってたかも、おじいちゃんおばあちゃん好きだから。でも今高卒認定ないんだよね、結局。高卒認定、高卒卒業してないんだよね。してない、うん、なんちゃヘルパーさんのその講習が受けて取れるやつは取ったけど離れてました。はい、で、おいが車椅子になって、おいの友達のその千葉エリナね、うん、がヘルパーさん募集してると、うん、っていうので、レナがちょうどパートを探してるタイミングだった、うん、で、やってみねがっつって、うん、お、めっちゃ待遇いいじゃん、時間も合わせられちゃんっていうのでやって、うん、あら、面白いっていうか転職だなって言ってたよね、あなたね。そう、転職、転職だと思う全然ストレスなく楽しいですか。ストレスなく楽しいもん。脳性麻痺の方とか、うん、あとなんだ、筋肉が収縮して、ALS ね、そう、うん、ALS の方とか寝たきりの方とか。で、れなちゃんはどこまでをやるの。どこまでもやるよ。身体介護、トイレ、うん、トイレもやるよ。え、拭くのはやるの。拭くのやるやる。え、でも書き出すはしないんだよね。書き出すのは多分か、あの看護師さん。そう。お風呂も入れる。お風呂も入れる。お風呂入れてる。え、男女？男性はない。あ、女性だけ。女性。え、トイレ入れてる。トイレ介護も女性だけ？そう。あ、そうなの。あ、トイレ介護いる。男性いる。え、それ服までも男性があるの？そう、ある。そう、ある。でも別に良かったなと。全然そう。そうだから、まこちゃんが紹介しなかったらなかった。え、でもなかったよね。だってきっかけがなかったのね。きっかけなかったね。そうだね。そう、なかった。そう。で、せなちゃんは街中で車椅子を見る人が多くなった。目にする。で、一回あったよね。二回くらいだよね。カラオケの中に。カラオケの、カラオケの、カラカンのね、前の段差がね、ちょっと高めだったの。うんうんうん。そこを頑張ってこう乗り越えようとしてる人がいて、その人に酔っ払ってたから声かけられた。ちょっと飲んでた、ちょっと飲んでた。やっぱ酔っ払ってないと大変？今でも？いや、なんか、なんだろう。その時はその、まぁ、ちょっと飲んでた帰りだったから、なんかその、手伝いましょうかって言って、その、車椅子上げて、うん、あ、どうも、みたいな感じで、バイバイ、みたいな。今度さ、玄米のもののけ姫めのまっこの友達です。それはさ、知らなかったらさ、もう不審者じゃん、だって。え、けどわかる、言いたくなる。車椅子の子いると、もののけ姫まっこちゃん知ってますかみたいな言いたくなる。あれ言ったらね、なんか通勤中の電車で、うん、私が立ってて、こう、釣り革捕まってるじゃん。うん、で、目の前にこう座ってる人いるじゃん。うん、その人とかさ、見てる画面、スマホの画面って見えるじゃん、若干。それが、まこの YouTube 見てるの。私の友達って見て見てって配達がバズってた時で、ね、そう、なんか西武新宿線に乗ってたサラリーマンのおじさんが見てて、言ってほしい今度、あの、まあ、無言で見守ってたけど言ってほしいよ今度。マゴちゃんの友達なんですけど知ってます？うん、営業マンになってる、ね、営業マンしてるよ。マコの T シャツ着てるし、仕事中。あ、本当に？ちゃんとマコの YouTube、あれだよ、宣伝部。あ、本当に？ピンバッジ作ったの。ピンバッジ
チ。ピンバッジ考えればじゃあ。何につけるのピンバッジ？スーツ。自分のスーツ。今日の格好に。そういうピンバッジか。そう。あー、ほらなんかあのポーチとか。リュックにつける。そう、リュックとか。はい、してるんだよ、ちゃんと。ありがとうございます。